ウジェーヌ・ボックは、ベルギー出身の画家、詩人。ベルギーのエ絵ー,ーサ産イコール場で生まれた。ボック家は、陶磁器製造で富を築いた家で、現在でもビレロイボフホ社は有名な陶磁器メーカーである。姉は二重人店の会員であるアンナ・ボック。1879年、画家レオン・ボナのアトリエに入った。1882年、ボナがアトリエを閉じると、 フェルナン・コルモンのアトリエに入って勉強を続けた。1882年、1883年、1885年のサロンに入選した。1888年、アルルでドッジ・マクナイトの紹介によりフィンセント・ファン・ゴッホと知り合った。1892年、パリ近郊のモンティ・オンに今日構え、1909年、アンヌ・マリーと結婚した。 1910年、別荘、ラ・グリンプットに移り住んで生涯そこで暮らした。姉、アンナ・ボックと同様、ウジェーヌは、才能のあるが形を無償で支援した。コルモンの和塾で知り合ったエミール・ベルナール、ポール・ゴーギャンなどである。また、コッホとは、作品の交換をしていた。こうして、現代美術の重要なコレクションが形成されていった。彼や、姉アンナが、 画家の支援に使った資金は、事業に成功した父親、ビクトル・ボックから受け継いだものである。1941年にこの世を去った際、彼は、ゴッホの筆によるウジェーヌの肖像を、ルーブル美術館に移送した。これは、ゴッホと弟、テオの遺志により、テオの妻ヨハンナファンゴッホボンゲルからウジェーヌに送られた作品である。現在、この絵は、パリのウルセイ美術館で見ることができる。 彼のコレクションの一部は、おいのルートウィンフォンボックによって買い取られた。ありがとうございます。